清教授は、奈良県奈良市城三条町にある浄土、新州本願寺派の寺院である。三号は九条山。本尊は阿弥陀如来立像。清教授遺書略記によると、海域行野部帽子は、河内国屋尾の障子で、間の証元行野部と名乗る、自由権備の武士であった。浄土新州海祖新乱商人の時期弟子となり、還元2年3月出家し、法名を、 行のべと賜ったという。第六世の縁受けには、実施がなかったが、楠木正成の孫が、ウ陣にあたり深で多い、縁受けの養子となって、空心と法名を授かり、第七世を継いだと伝わる。このため当時では、旧洋菊水を縄文に用いるようになったという。また、北朝孔明天皇の直眼書となり、小仏、明院の号を賜った。十一世行心の第、 京六三年に、河地国から大和国天下軍、東美章西条村に移転し、また、永六二年十二世行春の際に、しばらく九条の里に移っていたという。この頃より九条大和合するようになった。また、天正十九年、行春は、石山合戦の際の忠節を、県与商人から称えられ、五千筆にて、清志教授の号を賜り、 石山本山内仏の本尊阿弥陀如来を廃領したという。慶長八年三月六日、徳川家康から南都城三条で五斜面の寺地を頂戴し、現在地へ移転した。今日は二年の本堂建立にあたっては、本所上人から渡教、平良さんとひじきなどを廃領し、大乗院門後からの河原寮の寄進等もあり、桁行き六軒半、両行五軒半、 丸柱の大本堂が成就した。本山の役事として、松寺との連絡や並ぶ行、小泉上主片桐氏などとの連絡に携わった。寺には、おつむ、御星城大の由来並びお花ご灯籠献上の次第、盆ご灯籠をご迎え心得式など古い記録が残る。1936年1月26日未明の、カナンで、本堂は全焼した。24世、 島田義明は本堂復興を計画し、1968年10月19日、岸熊吉市設計の大本堂が竣工した。三門三門江戸末期の建築。金星の取れた造りで、動植物、渦、雲等の彫刻が各所に施されている。掲示板社1933年の建築。小規模だが受け木に彫刻が施されるなど、丁寧な造りである。 ソテツソテツネ株の周囲6.5メートル。一本の株から25本もの幹が出ている、珍しいもの。樹齢、約250年。ありがとうございます。